紹介するのはポケモンアルティマッチブレイクライドタワー。ディスクを発射してブロックを弾き飛ばせ。最後のヒットブロックを奥まで押し込むとモンスターボールが閉じてポケモンをゲットできるよ。モンスターボールには付属のターゲットパネルを入れられるだけでなく、 ML サイズのモンコレやポケモンアルティマッチを入れることができるよ。そしてアルティマッチのピカチュウが1体付属しているので、このセットだけで遊ぶこともできるよ。まずはダブルバトル。左右に分かれて自分のブロックを全て弾き出そう。先にモンスターボールを閉じた方の勝利。それではブレイクレイのタワーダブルバトルスタート。お、2人ともいい勝負だね。お、おっと、スマタくんがちょっと揺れたな。どうかな、どうかな、どっちが勝つかな。あ、リオちゃんが追い上げてる。次は4人で遊べるマルチバトルをやっていこう。自分のブロックを全て弾き出し、先にモンスターボールを閉じた人の勝利。ここからは相手を妨害できるムービングガードをつけて遊んでいくよ。ガードを打つとブロックの前を遮るように動くので、相手側に弾いて相手のシュートを邪魔しよう。対戦相手としてタカラトミーの YouTube 番組オモニューのハナちゃんとシュンくんが遊びに来たよ。いろんなおもちゃで遊びを極めてるからな、負けないぞ。いや、私が勝つ。ブレイクレイドタワーマルチバトルスタート。やった、おりゃ、いけ、おりゃ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 、えい、もうちょっとだ。マルチバトルスタート。やばい、妨害が来た。おりゃ、やばい、ブロックされてる。やばいやばい、どうやってどかせればいいんだ。ブロックだ、あれ、ダメだ。よし、いいぞ、よっしゃ、このままいけば。やばい、やばいやばいやばい、負けちゃう。マルチバトルスタート。やばい、妨害が来た。アルティマッチブレイクレイドタワーは2024年7月下旬発売予定。ポケモンアルティマッチには性能の異なる様々なポケモンが発売中。お気に入りのポケモンと一緒に遊んでね。この夏はみんなでレイドバトルしよう。バトルスタート。